どうも皆さんこんにちは、中本です。よろしくお願いします。ということで本日もインのスタグラムですね、インランのインと書いてインのスタグラムの方で募集しました。皆様のお悩みはですね、僕がですね、人生で何も成し遂げたことがない僕がですね、皆様のお悩みをポッポッポンと答えていきますので、よろしくお願いします。いつもね、動画を見ていただいて本当にありがとうございますね。いつもコメントもくれて本当にありがとうございますね。なぜかね、この僕のチャンネル、この動画とかのコメント欄、毎回なぜか感謝で溢れてる。なんででしょうかって、その感謝されるのこと一回も言ってないですかね。僕、畜生な男なんでね、本当にね。畜生人間なんでね、そんなにもう皆さん感謝されるのことやめてくださいも恥ずかしいんでね。今日も皆さんにね、より良いね、より良い、より多くのね、畜生をお届けできるように頑張りますので、本日もよろしくお願いします。マック食べてたら臭いなって思って、前見たらおじさんがしっこ漏らしてたおじさんなりのスマイルだね。10億円あったら何しますか？ドレスコード全裸のテーマパークを作ります。入社3ヶ月にして会社の先輩と同期とやりました。人生ハッピーです。お、新入社員、新入社員、ちょっとお茶入れてくれる？あ、ありがとう。お、ありがとう。首で。Tinder でやりまくったら誰かわからない人に性病移されたしんどい、クラミジア梅毒淋病コンジローマヘルペスラララ言えるかな、君は言えるかな、ラララ言えるかな、性病の名前。中村みたいな人と付き合いたいって友達に言ったらクズだからやめとけって言われました。うん、友達が正解だね。すごい洞察力だね。何かしらの監督になった方がいいですよ。明日からテストなのに何も頭に入らないです。そんなあなたにね、ちょっとね、一つ教えましょうか。お姉ちゃんとプロファイルをちょっとこの口を引っ張りながら言ってみてください。いきますよ、こうやって。お姉ちゃんと、プロファイルってなるんですよね。無駄な知識が増えましたね。明日赤点ですね。お疲れ様でした。友達が彼氏の話しかしません。助けてください。こういう人いますよね。ほんとつまんないですよね。僕やっぱアラサーなんですけどね。アラサーもこうね、同級生とかと喋るとそういう話題ばっかなんですよ。まあ彼氏の話というか、その、どういう結婚がしたいとか、そのなんか子供が何人欲しいとか、そのなんかどういう家に住みたいとか、なんかもうそんなばっかなんですよ。このつまんない話ね。ほんとにちょっと法で裁いてほしいんですよね。ほんとにね、多分こういうね、そのなんか彼氏の話とか、こう理想の結婚図とか一番やっぱ話題の中でその天気の次につまんないし、ほんとにこう法で裁かれるぐらいの本当罪だと思うんで、本当に多分ね、その罪の重さ的にはね、その万引きのその一個上ぐらいなんですよね。YouTube 中村しか見るもんないのに更新頻度少ない。ありがとう。好きな人と体育祭でツーショット撮ったけど、その後に何すればアピールになるか教えて中村。放課後の運動場で一人と競争。精液の量が少ない。助けて中村。お中元のカルピスまだ余ってたかな。元彼に LINE もインスタもブロックされて着去されたけど全然好き。なるほどね。全然好きなんですね。ちょっと一回この文を一回ギュッとします。一回ギュッとします。この文を。よっと。よし。出てきました。メス豚。いや、台風も過ぎ去ってね、すごい涼しい気候になりましたね。本当にね、外は鈴虫なんか鳴いちゃったりしてね、なんか秋の風情感じますね。そんな秋の風情を感じるぴったりのお悩みいきたいと思います。小6でお兄ちゃんに初体験奪われました。絶縁してます。学校で斜め前の席に、チンコの裏みたいな匂いがする人がいること、きっとそれはね、チンコだよ。うん。多分チンコだと思う。その裏というか、その、もう表のチンコ？うん、多分あの時助けた、チンコだね。親友の裏垢が固め界隈ということで、なんかいますよね。なんかその固めだけ映してね、その加工でそのキラキラ、なんかやけにキラキラさせてる、なんかエフェクトとか加工つけてる人でしょ。なんかいますよね。そんななんか、もうそんな固めキラキラさせてるなら、もうみんなでハッピーターンのことぶっかけようぜ。東京芸人が TikToker、かっこ YouTuber なところ、皆さん行きますよ。いつも行きますよ。せーの、どういうつもりで見てる？チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。